はい、ということで、すぐ再開です。再開です。すぐ再皆開。さん、すぐ再開ですよ。すぐ再開で。はい、ということで、では、はい。次のものを取っていきますね。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、はい、ミキさんのキャンでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。最後までお付き合いください。というわけで、2週撮りの2週分目になりました。はい。早速、どうしようかな。ツイキャスに行こうかな。ナルトラさん来ております。収録2週目に入ります。はい、入ります。はい。もうなんだろうな。なんか最近このクソ暑さに家から出れないっていうはい。のがちょっと間になりまして。僕にとっては遊びのシーズンなんですけど、はい。忙しくて遊べてないっていうのが悲しくてしょうがないね。なローるルアほップど。グレードしたい。私も遊びに行きたいな。最近遊びに行ってないや。ローラーブレードで汗かきながら滑るか、はいはい。アイススケートで汗かかずに滑るか、どっちかがいいですね。確かに。はい。でもアイススケートとかやったら絶対旦那に怒られそうだな、私。あ、そうなんですか。足首痛めたので、一回。あオペしたので。ー。ええー、そこまで。そう、そこまでやっちゃったので、一回も与那原に引っ越してから近くなのにサザンヒルに行ったことはありません。僕たまに通ってますよ。通ってるんだ。はい、マイブーツも持ってるんで。いいな。楽しいんですよ。はい。では、番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、 YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオを作ってくださいね、ということで、早速一曲いきたいと思います。はい、お願いいたします。木山商店で、空と天ぷらと海の匂いです。どうぞ。頑張って我慢します。よし。あれ、あれ、あれ、メール私消しちゃった。 あ、大丈夫だ。僕のこの収録の時のスタイル、一発撮りなので、ほはいぼはいはい。生放送と変わらないですもんね。確かに一発撮りですね。テイク2がない。さっき今さ、の。実は生放送をいつもやってるようなもんです。テイク2がないというね。逆にその方がいいかも。一発撮りの方が。時間的にすごい短縮できるのと、あと手うんうんうん。間がすごく省けるんはで、いもうはそのいはい。ままデータだけ変換すればすぐ登録できるんで、うーん。僕はこの手法をよく使うんですけど、はいはいはい。でもそたのだ方が。その分ミスをするとそこが切り取れないっていう弱点はあります。あー、なるほどね。まあでもミスも含めてやっぱ放送した方がちょっと生感出て面白いっていうのがありますよね。うん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 、確かに。それは言えてる。先生、キーアム商店流そうと思ってて、何流そうか悩んでたんですよ、今日。夏休みだから、チューブの曲もちょっと考えたんですけど、ラジ RBCI が、
夏休みを使っちゃったもんで、あそう、大喜利ネタで、なので、あ、これは使えないわと思って、なるほど。そうそうそう、なので、もう、ヤンポーさん、ただいまって、ただいまって、おかえり、ただいま、おかえり。僕の夏休みの思い出、ちょっと面白おかしく話したいなとは思ってますけどね。いいですよ、メールの前に話します。いや、メール言ってからがいいと思います。 OK。 私は痛い思い出と楽しい思い出と2つあるので。なんか痛いのが終わってやっとの思い出なので。なるほど。 ある意味人生のターニングポイントでしょ。あ、そっか、8月。久々にピンチを感じております。夏休みは遊ぶに限る、確かに。旦那に言われたんですよ、たまには沖縄のアーティスト流せって。はい、では間もなく終わります。はい、お聞きいただいたのは木山商店で空と天ぷらと海の匂いでした。では早速、今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。今週のテーマは夏休みです。早速キャスの方が来ておりますので紹介したいと思います。旦那の陸海空さん、夏休みの宿題は後回し派と来ておりますね。私もそうだな。僕も基本はそうです。先にやる人ってなんか偉いと思うけど、逆に。いやー、でもそういうこともあるんですよ、実は。あるんだっていうのを僕の今回のエピソードとしてお話ししたいと思うんですけど、まあ後でじゃあお聞きしようかな。はい、ヤンポーさん、夏休みは遊ぶに限る、確かに。いや、もう本当に子供の仕事は遊ぶことですか。そう、遊ぶこと。宿題は あるのがおかしい。特にいろんな遊び方をするのが子供の仕事ですか。確かに、それは言えてる。どれだけ多くの遊びを経験したかによって人間性変わると僕は思ってますからね。真面目顔に言っております、キャンさん。ではメールの方に行きたいと思います。メッセージテーマ夏休み、ヤンポーさんからいただきました。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。夏休みの宿題はやらない派でした。おう、やらない派、うん、先生から請求されてもいつかは忘れてくれるから大丈夫です。せっかくの夏休みなんだから思いっきり遊ばないと損だからね、うん、宿題に手をつけたことはありません。以上、夏休みの報告でした、と来ております。なんじゃそりゃ。いや、ある程度はやろ。僕も好きな宿題はやるけど嫌いな宿題はやらない派でしたね。私もそうですけど、なんかヤンポさん私にとちょっと似てる気がするな。宿題なんてやる必要ねえ派でしたから。あー、確かに私もやるのめんどくさーつって遊んでましたもん。宿題は結局ずっとやってなかったです。あー、ずっと。はい、高校なんて特にやらなかったですね。あー、それなりの勉強法を見つけて、自分に合ってる勉強法を見つけたんで。あー、なるほど。宿題じゃなくて教科書読むっていう。あ、教科書か。そういう手があるんですね。はい、はい、では次のメールに行きたいと思います。サッチーさん、陸海空さん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
実は今年の夏休みを会社へまだ、申告してないのです。あら、なんと。ピンチだ。ダンサーズが勤務する、会社では7月から9月までの間に5日間いただけるのです。今年は特に遠出の計画をしてないので、今からゆっくり考えたいと思います。皆様は夏休みはいつからですか？と来ております。ありますか？夏休みって。僕ないです。 私もないよ。 夏休み欲しい。いやでも夏の方が僕仕事多いんあ、で、逆に？ああ。ちょっともったいないんですよね、休んじゃうと。確かに、それは言えている。キャスの方で、陸海空さん、自由研究はやらなかったな、と来ておりますね。自由研究ってなんか難しくないです？逆に僕自由研究が大好きでした。え？惑星の絵を描いて、データ描いたりとか、で、ああ。新聞みたいにベーって大きく貼れるやつを作ったりとか。私も自由研究大の苦手で。で、最終的には電子工作で、ソーラーで動く機械みたいなのを作ったりとかしてました。ほう、すご。やっぱ私は無理だな、自由研究は。さすがにレベルが高すぎる。はい、では次のメールに行きたいと思います。お願いします。こんばんみそー、ここんんばばんんみみそ。そー、みそにこみすきーです。夏休み、ヨーロッパは1ヶ月ぐらい夏休みがあるのが羨ましいですね。え、あ、なんかアメリカンスクールもそんな感じじゃないですか。1ヶ月ぐらい。アメリカンスクールは、もっと長学い年が変わか。るのはその時期なんですよ。ああ、なるほど。で、ヨーロッパの場合は、お仕事もそれぐらいお休みがあります。うー、羨ましい。ですよね。宿題が多少あってもいいから長い休みが欲しいです。1ヶ月あったら森のバンガローで過ごしたいですね。サッチーさんは1ヶ月あったらどう過ごしますか？と来ております。私、1ヶ月休みがあったら旅行行く。おお。旅行行く。とりあえず旅行行く。かな。あとはもう、仕事上やっぱり休み、長時間も休み取れないし、長期間なんてなおさら取れないので、まあ、1日2日程度だったら連休として取れるんですけど、それ以上になると有給とかになってしまうので、さすがに今は旅行とかも行けてないしねって感じですね。キャンさんは1ヶ月あったら、1何ヶします？月あったら、まあでも1ヶ月まとまってほしいっていうよりは1週間を分けたいですね。1週間を分けたい？この1ヶ月分を1週間取って別の日に分けたい。ああ、そういうことか。別の月とか。はいそのはい方はい。が僕的にはちょっとなんかいろいろうまく使えるというか、なんか創作活動をしたりとか、リフレッシュでちょっと遠出したりとか、写真撮りに行ったりとか、そういういろんな新しいものへの挑戦っていうのを作る時間が欲しいですかね。なるほまとど。まっちゃうと、なんかこの期間のうちにやらないといけないって全部集中しちゃうんで、逆に大変だと思うんですよね。ああ、確かに。言えてる言えてる。先ほど自由研究の話をしましたが、ヤンポーさん、自由研究は報告したよ。先生に、セミ、ミシ、ミ、ミ、見てたって。どういうこと？ナルトラさん、宿題はギリギリでもちゃんとやりました。わら、と来ておりますね。名古屋のダンサーズさん、自由研究やりましたよ。川で石を採取して、石の種類を調べましたよ、と来ております。すごいね。なんか皆さん、自由研究やり方やっぱり、いろいろあるんだ。私、一切やらなかったな。請求されてもやらなかった。はい、では次のメールに行きたいと思います。お願いします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。夏休みのラジオ体操の習慣は沖縄ではありましたか？ありましたありね。ましたよ。自分の出身地徳島では
夏休み期間は、早朝その地域の小学生が集まってラジオ体操を毎日やってましたね。自分はそのラジオ体操の会場から徒歩1分の場所に家があったため、自然と起きて自然と参加してましたねと来ております。私もナルトラさんとちょっと似てて、実家がこのラジオ体操をやる場所の公園はが、ナルトラさんは1分だったんですけど、30秒。い。いいな。30秒で行きました。僕は境目だったんで、校区の、めっちゃ離れてたんですよ。ああ、なるほど。なんなら斜め向かいの一番仲いい友達と別の、この子供会だったんで、なんで一緒になれないんだっていうのがいつも不満でした。なるほど。ヤンポーさん、ラジオ体操は印鑑だけもらってた、退散してた。ダメよ、それ。ダメ、ダメ。ちゃんとラジオ体操やらないとダメですよ。次のメールに行きたいと思います。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございまありす。がとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんこんばんは。ばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、夏休み。中学生の頃は、父の実家がある宮古島に行き、泊まりかけて、プールに行ったり、釣りをしたり、畑仕事を手伝ったりしました。さらに、夏休みといえば、7月、8月には、1万人エイサー隊や全島エイサー祭りなど、エイサーイベントがたくさんありますよね。あ、確かに言えてる。その他にも、各中学校は、陸上競技大会に出るため、部活生は強制参加。あの暑さの中、ウォーミングアップで、グラウンド10周はきつかったです。その後の練習メニューは、とにかくひたすら走り続けたのを覚えてます。それから中学校時代、僕はバスケ部に所属してましたが、7月下旬には1年生大会、8月にはポッカ杯という大会もあり、決勝には大野山総合体育館で行われましたと来ております。まあ、バスケはそうですね、確かに。そうですね。私もバスケやってたんですけど、8月ぐらいか、大会多いので、結構参加しましたね。いいですね。そういう思い出は私は一つありますが。陸海空さんが、朝のラジオ体操前に、港で泳いでたよ。濡れたままラジオ体操して、濡れたまま公民館でゲートボールしてたな。あら。あら、そうなのね。まあ、陸海空さんは確かに、実家が港の近くっていうのを聞いてるので、そういうのもやってたというのを私はちょろっとだけ聞いてましたね。では、キャンさん、夏休みの思い出何かありますか？僕はもう未だに忘れられない、ファルコンパンチを多用した夏休みなんですけど、3週間前ゲームがテーマだったじゃないですか。その時にファルコンパンチの話出てきましたけど出てきも、ましたね。これは2週間後に話しますと。実は予告した理由は、僕小学校6年生の時って手術をしたんですよ。どこの夏です休み、か？左足から左手に指を移植するという大きな手術をしまして、おお。17時間ぐらいかかったんですけあど、ららら。だからそれだけ大きい手術だったんで、要は1年間体育禁止、ああ、です小ね。学生の間はもうできないよっていう話と、あとこの夏休みの間、ボルトが指と、その手術した指、足も手もついてるんですよ。だから運動禁止なんですよ。ああ、つらい。だから小学生で外で遊べない。で、左手も手術してるんで左手も使えない。あら。この状況でできることって言ったら宿題しかなかったんです。ああ、なるほど。で、夏休み始まりました。宿題やります。3日で終わっちゃって。あれ。あだれ。から他にやることないから。他にやることないからもう3日で終わってしまって。あ、いや。どうしよう。夏休みあと30日もあるぞと。なった時に、目の前で妹と弟と一生懸命スマッシュ、あ、大乱闘スマッシュブラザーズを遊んでるわけですよ。任天堂64で。
もう最初は、いいなって思うだけだったんですけど、1週間して、さすがに我慢できなくなって、俺もやるってなって、あ、なるほど。はい、片手で、キャプテンファルコンを使って、ファルコンパンチを使いながら、妹をめっちゃボコボコに倒すっていう夏休みになりました。なるほど。はい。そうなんです意外ね。とやってみたらできるんだなっていうのが、その時ああ。学んだことですね。諦はいはいはい。めなきゃできると。なるほど。片手で大乱闘スマッシュブラザーズもできるぞっていうのが、僕の夏休みの思い出です。なるほど。はい。私の夏休みの思い出。まあ、いっぱいあるんですけど、部活もそうなんですが、私、小学校の1年生の時の夏休み終わり、はい。8月の、まあ、なんとなく覚えてるんですけど、8月30日か31日、そこら辺だったんですけど、はい。3人家族だったんで、家族でバスに乗って石川のビーチに行ったんですよ。で、それまではいいんですけど、やっぱり潮の満ち引きとかあるじゃないですか。で、それでちょっと長く遊びすぎて潮がだんだん満ちてきて、で、その頃は、今はハブクラゲとかいますけど、多分直感ついたと思いますが、当時は私が小学校1年生ぐらいの時は電気クラゲがめっちゃいっぱいいる時期で、そう、まさかの電気クラゲに足を刺されるという、痛い痛い痛いでしたよ。痛いです痛ね。い思い出が小学校1年生で、小学校6年生の時に修学旅行あるじゃないですか。その予行演習として一人旅で宮古島の親戚のところに一人で遊びに行ったんですよ。で、して、で、その時にこの親戚の、また親戚、遠い親戚がまた遊びに来てて、私が来るタイミングで。で、その時に伊良部島に行こうってことになりまして。で、何をするかというと、伊良部島を自転車で一周ということで、私も一周やりました。伊良部島自転車自力で一生懸命漕いで一周しましたよ。ああ、もう楽しそうっす楽ね。しいんですけど、きつかったですよ、めっちゃ。坂道が。ああ、結構ありますからね。で、年が近い親戚は、もう途中で、なんだっけな、リタイアして、親戚の車乗ってたんですけど、私一人とか、私と、あと他の親戚、何名かは、一応、一周できて、で、私途中でリタイアすると思ってたらしいんですね。けど、リタイアしなかったから、あんたすごい体力あるねって逆に褒められましたね。びっくりされましたびっくりね。しましたよ、本当に。自分でも、まさかこんな一周できると思わなかったです。っていうのが、小学校6年生の時の思い出ですね。じゃあその時に自信がついたからバスケも頑張れたんじゃないですか。まあ、それもありますね。まあ、おお。なおかつ、高校生の時なので、の時に、これは夏休みではないんですけど、沖縄マラソンのフルマラソンを完走しまして、高校1年ですよ。しかもバスケのこの練習の時以外は全く走り込みをしないというやり方で、まさかの5キロ以上走ったことない人間が42.195キロ完走するという。すごーい。で、それを体育の先生に見られて、駅伝部来いって言われたんですけど、いやって言って断りました。僕も駅伝部は断りました。武蔵さん来ております。サッチーさん、ミキさん、のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい。おばあしょーい。ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。そろそろ次、来週のテーマいきましょうかはい、ね。お願いします。来週のテーマは、好きな味噌料理です。なぜに味噌かと言いますはい。と、7月30日が味噌の日らしいんで、なんと。なんと、赤味噌、白味噌、合わせ味噌、まあいろいろ味噌があると思うので、
それを使った料理、まあ好きな料理を皆さんにお聞きしたいなと思っておりますよ。いやー、まあとある方はもう絶対そうだろうっていう方もいますけどね。いますね。いますね。はい、ということで残り1分です。はい。ラナのリクカイクーさん、僕は中学時代駅伝部、あ、そっか、行ってたや。行ってたや、そういえば。私も駅伝、長距離より短距離の方が良かったな。短距離楽しいですよ。楽しいですよね。はい。いろいろ意外と技術も戦略も詰まってるんでね。確かに。言えてますね。まだいいかな。まあ、ではでは、そろそろ30秒ですかね。はい、やっぱり時間をなんとなく把握してしまったという。はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキさんのキャンでした。また来週、じゃあねー、バイバーイ。リレーは常にアンカーだった。おー、うちの旦那が短距離も早かったんですね。そう、早かったんですよ。逃げ足が早かったって。僕リレーは小学生の時はいつもスタートでした。私も6年生 の沖縄市のこの陸上競技大会で何だかな、 400m リレーで最初スターターってなったんですけど、それが、2番手に変わりで、それで私1位だったらしいです。僕陸上やってる時はリレーはもう必ずスタートでしたね。自分ビビリーなんで、はいはいはい、大きい音だとビクってなるんですよ。あー、なるほど。だからスタートのピストル誰よりも早く反応できるんで、あー、もうそれが理由でスタート得意でした。なるほど。私あれだったな、陸上最初やってたのがこの6年生の時ですね。やっぱりなんかあれがあるじゃないですか、なんか記録会みたいな、はい、あれでなぜか知らないけど私と隣のクラスの人が 100m 同タイムってことで選ばれて、はい、このリレー400リレーに、で同じクラスの人と、この同じクラスの人3名いたんですよ、私と言って、はい、で別のクラスの人1人入れて、で最初私がスターターってなったけど、結局2番手になって、2番手の同じ年のさすがにね、同じクラスなんで、運動会とかまたそれが応援団とまたかぶっちゃいましてみたいな。練習ばっかり行って応援団の練習は行かなかったという。よし、じゃあちょっと次の収録もあるので、皆さん今日はここで失礼します。お疲れ様です。ありがとうございました。